シアルブラザーズ。うん、サタンの部屋。よくなければアナスタシアアルファ使ってくって言えそうぜ。さあ、というわけで今回はアナールアナスタシアアルファを使ってゴーデス様やっていくぜ。まあ、友情コンボが結構やばいということで、今回みんな熱き勇気の力つけてるぜ。早速当てれるんじゃない？これやっていきますか。どりゃ、お、結構いいんじゃない？というかめちゃ遅いな。確かスピード200ぐらいだったよな。もう一回いけそう。あ、待って、これ上でいこうか。こんな感じで、おしょおしょおしょ、OKOKOK、OK OK OK、ゆっくり出た場合ザコ一瞬で終わるんじゃない？まあ、そんな感じになっていて、で、今回この人、茨城同士と同じように、まあね、3ギミック対応していると。で、ここ、まあ、踏んでいく。それで、まあ、スピード確かに遅いけども、この人、超アンチ減速壁持っていることによって、しかも素浴びで、ゲージを外して、まあ、ブロックね、乗りつつ、こんな感じで倒していけると。いや、でもこれいけるか。あー、ちょっと右側に行ったけども、まあ、こういう風に倒していけると、まあ、場所が良ければ友情コンボの、エナジーボールでバーンって、ね、ぶっ飛ばせたもいいんだけど、なんかアナスタシアアルファってなんか名前もなんかアナールとか言うし、でっかいたまたま飛ばすし、あんまりなんかね、ちょっと何かとは言えないけど、そういう一面持ってるんかなっていうのがあるよな。あ、ゆっくりさっきあったけども、いや、マジ、ゆうくりん時のエナジーボール、やばそう。で、今回、まあ、ボス戦ぐらいで SS をぶちかまして、ボスをね、反撃モードで、超反撃モードで、ボコボコにしていこうっていう作戦。いや、結構やばいんじゃない？でも、火ダメがやばくなる。でも今回は、マルタアルファと違って、ソウルスティールで補っている。マルタは確か、まあ、耐性だったけど、今回ソウルスティールね。さあ、これでまあ、簡単に倒していけるでしょう。そんな硬かったっけ、これ。あれ？ダウンしてなかった今。いや、でもしてたよな。あ、これって、上に上がって、ブーツで帰ってきて、ギリ防御ダウンして。おおすごっ。あ、だからやっぱ、1、2回入れて、ゆっくり出たら、まあ、もうバーンってね、雑魚処理とか、まあ、ボス削り、一瞬でやってくれるんじゃない？まあ、ボス削りちょっと難しいかもしんないけど、どうしようかな、これは。特になんかいいルートなさそうだし、普通にやっていきますか。あ、待って、友情コンボいけたんじゃない？しかも俺なんかスイッチのこと完璧に忘れてれば、スイッチというかこのパネル、なんかあんまり活かしてない気がする。まあ、ゆっくり。ちょっと待ってよ。まあ、とりあえず両脇のゾンビは倒しておきたい。よし、オッケーオッケーオッケー。いいよ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 。ゆっくりって大体自分のターンか、生かしづらい敵、あ、仲間のとこいるよな。で、上の価値を倒す。あとは、ハマるだけ。ま、本来であれば、ここら辺でね、SS も使って、ボン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 反撃モード、超反撃いけると思うんだけど、まあ、今回は、ボス戦で使うわ。いや、矢印短いとハマりづら。オッケーオッケー、いい感じ。いや、ちょっと時間かかったな。さあ、というわけで次は、ボス前のステージなんだけども、まあ、ここで SS4 つ使って、その超反撃モードでボス戦入ると面白いんだけど、さすがにラスゲーまで間に合わないということで、ここで2体ぐらい使いますか。まあ、とは言っても、この SS の超反撃切れても、次にね、1段階目撃てるから、それでちょっと繋げれんのよ。まあ、でも、次で使って、まあ、ここで突破してもいいけど、突破するかな、これ。どうだろう。ドン！オッケーオッケーオッケー、いいよ。で、2P 使って、おい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 、え、大丈夫これ、いけるこれ、あらららら、え、先生先生、え、これ通るかなこれ、ザコいないんだけど。おっしゃ、オッケー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 、おい、びっくりさせんな。さあ、ということで、ボス戦やっていこうぜ。なんか SS を、まあ、使って、ザコ処理ね。まあ、ボス削りだけではなくて、倒し損ねたザコにも、超反撃でバーンってぶち込んでくれるのを信じたい。行ってこい！あ、でもやっぱ遅いな、これ。
さあどうなる。え、攻撃してくるこれ。ああ、オッケーオッケーオッケー。で下に潜り込んで倒す。さすがに両方いけるでしょう。いや、下に入るんかい。あ、それを。いや、だめ。よし、これはいいんじゃない。で、あとは、まあ、ボスを削っていく作業を、まあ、ここで一気にバーンってね、決めてほしくはないかな。まあ、ちょうどいいわ。OK。それで、次またなんか変な感じのレーザーを撃ってきそうだな。まあ、次もなんか適当に撃っておきますか。まあ、はめれるけど。うん、OKOK。さあ、これでどんだけ出る？このパワー！ドッハッ！十分でしょ、これ。え？いや、十分。あ、そんな出るんか、これ。え、ちょっと待って。すごい連続で入っていったな。今のマジ気持ちいいわ。あ、じゃあ普通に、まあ、SS のね、直殴りもいけると思うし、今の感じの友情コンボもぶち込んでいける。OK。それで、あ、なんか上のたまたま残ったな。たまたま完了。おおほほほほほほ。で、残ったあいつを、まあ、ゲージを外して、ちょっと角度これダメかな。あー、OKOKOK、いいよ。さあ、ここで、どんだけ入るか、また超反撃モードぶちかましていこう。このパワー！え？嘘！嘘！え、マジ？1ゲージ持ってったなぁ。あ、で、SS 打つよ、1段階目。これで、まあ、またちょっと繋げれると。行ってこーい！ OK、完璧。なんか、ハマってザコ処理してるけど。あれ？あ、ごめん、俺、1段階目打ってない、あれ。1P。あ、ごめん。OK。ごめん、俺。あれ？あ、打ってないわ。あ、打てた、あれ。打てたっけ、あれ。あ、ごめん、ちょっと忘れてたわ、これ、完璧 1P。いつだって、あれ、打ってないな、本当に。まあいいや。ここで、まあ、SS を打って、上ちょっと余るのは難しいか。うん、ダメだけど、え、次の 1P で、ちょうどいいわ、はまれなかったから、友情コンボで、これもう倒しきろう。ここで SS を使うとボスの一ターンで攻撃してくるからちょうどいい。で、これ防御弾をしてないから、まあ、上にねじ込んでもダメージはそんなに出ません。 OK、まあ、しかも弱点移動するし。さあ行け。OKOKOK。 倒しきってないけど、まあこんな感じで、いけると。で、股間をバーンと、大きい玉玉で、完璧。さあ、というわけで、まあ、こんな感じでした。まあ、どうかな。強いは、強いけど、まあ、圧倒的に使いやすいのは、茨城童子な感じはある。いいからそこに並べ。俺が焼きをしてやるからよ！焼き印がかわいい。勝手に契約すんじゃねえよ。今宵もご来場サンキューな。よかったら評価頼むぜ。まだ次の夜会で待ってるぜ。泣きって仕方ねえ。